ネーバーを選択。ワンピーが桜ネバー、ツーピーが白ルナシャ。ツータイプから槍を落として届いていない。さあ針があるさあガードされてると大変なことになりますよと固めて、ちょっと重そうかな。バックダム、おっと針をうまく避けつつ、リップは届かない。ちょっとあの手裏剣あそこのタイミングで出られるとどうしようもねえな。めくっていく、勝ち上げて叩き落としてエンブレムダウンオンチ。ダウンオンチですっごい減るよ。あっと中断ダウンオンチ大きい攻め、定位だからここは下段で割れてしまう。槍落として槍落としてカウンターヒットからめくりっぽかったけれども、そんなことはなかったぜ。立ち消え、遠距離戦になるとちょっときついかな。しかしインファイト中断が見えない。槍を落として置き攻めは手だからガクヤン。なんか2連発で手札を通そうとしたんですが、これはガクヤンには良かった。ゲージが溜まってて助かった。さあ固めていくが投げていく、リップコフィンが入ってダウン落ちで置き攻め、針から中断が、これは立ちくらいか、それともしゃがんでしまっていたのか。こっくらってしまって叩き落としていく。だおーっとこれは下段割れてしまっていた、普通に立っちゃったかな。えだ通らない、下段ガードできない。ラウンド取るのはスロールなしや。ラウンド2、ゲージ状況はルナシアがちょっと有利。一方桜さんのネバーもカウンターゲージが溜まっているのでまだ分からん、どうとでもできる。ハリに対して結構上段からガーフを当てていく、引き寄せコン、あっとここは落としてしまうが、ゲージ1本キープ。エンベルムダウンを1分回しは届いていない。さあ遠距離でこの固め、ハリから下段遠距離で固められるのはルナシアのこの特権である。パチパンカウンターヒット、しかしこれはちょっと距離調整ミスか。シロウさんには来たら珍しい。ここはコメットから引き寄せコン、エンブレム、ウォークライからクーコン決めて叩き落としていく。大きい攻めていた、飛び込みからの十字しゃがんでしまっていたか。クータイク固め継続やり、ここでカウンターバックジャンプ、ちょっと距離調整ミスしたかな。下段から割れてしまった。ラウンド取るのはラウンド取り返す桜ネバー。最終ラウンド、ゲージゲージがお互い大変なことになっている。まあでも有利はルナシア側かな。そうですね、シロウさんと桜さんの試合、さあガーフで繋いで引き寄せて、ウォークライ2連発から上機、これは殺しきれない。ダウンオーチ大きい、さあこれで桜さんだいぶ有利、しかししゃがみにあの手裏剣である、テイクすごくテイク出てるあの手裏剣、あれ強すぎる。はやりやり、遠距離で固めて、ハリーから固め継続、中断が見えない。中断やり、ダウンオイチ置き詰め、ハリーを置き直してやり、中断見えない、カウンターだった。置き詰め、ハリーから下段割れてしまって、さあ体力差が追いついてきた、まだわからない。グー投げ、ダウンオイチガーキャン、ここでキャンセル使わせてしまった。ウォークライスかもうゲージがない。さあルナシア側逆転なるか。ジャンプでかわしつつ、さあ差し込んでいった、勝ったのは桜ネバー。